エフテリングとは、オランダ南端部の北ブラバント州中央部に解説されているファンタジーの世界をテーマとした遊園地である。なお、名称についているオランダ語のでは、英語で言うザにあたる定観詞であるものの、この定観詞を省いて単にエフトリングと呼ばれる場合もある。エフテリングの周辺地図、地図の中央やや上にデエフトリングと書かれている場所がエフテリングである。 ちなみに、その真東には、ローンセサキューとドゥルーネンセサキュー国立公園がある。エフテリングが正式に開園したのは1952年5月31日のことである。当初は、おとぎ話や冒険物語をテーマにした、おとぎの森としての開園であった。開園初年の1952年の段階で、年間来園者数は20万人を超えていた。その後、 年数を重ねるにつれて、テーマパーク内には、さらに様々な施設が整備されていった。1960年代後半には年間来園者、数百万人以上を達成し、それ以来、2015年まで常に年間100万人以上の来園者数を維持し続けている。このようなこともあり、この地域においてエフテリングは主要な観光地の一つに数えられている。また、 2010年以降は年中無休で開園するようになり、それ以後の年間来園者数は2015年までにおいて毎年約400万人で推移している。なお、エフテリングへはバスも運行されており、2014年にはバス停が改修された。エフテリングは約2平方キロメートルの敷地を有している。この敷地内は大きく分けて5つの区画に分類されている。 すなわち、セントラルエリアと、ジェットコースターなどのアトラクションが設置された、冒険の王国、お化け屋敷などが設置された、異世界の王国、おとぎ話や、冒険物語を再現したテーマパークである、おとぎ話の王国が存在し、これらとは別に園内を移動するための列車や、ボートなどは、旅の王国と分類されている。このほか園内には、 様々なモニュメントが設置されており、庭園も整備されているほか、食堂などの施設も存在している。オーバーデーエフトリングハット ABCD エフテリングニーブバスションベイエフトリング。ありがとうございます。